アイバンクラールは、チェコ出身のギタリスト、シンガー・ソングライター。アメリカに渡り、主に、ニューヨーク・パンクのシーンで活動。1994年には、チェコに戻る。プラハ出身。1960年代中期には、サゼというバンドのメンバーとして活動するが、1968年には、チェコ事件の影響で、アメリカのニューヨークに移る。 1971年から1972年にかけてアップルレコードで働いていた。ブロンディの前身バンドであるエンジェルザ・スネークに短期間席を置いた後、パティ・スミスと出会い、1975年から1979年にかけてパティ・スミスグループのギタリスト及びベーシストとして活動。作曲面でも貢献し、パティとアイバンが共作した。 ダンシングベアフットは、後に、U2 やシンプルマインズ等に、カバーされた。また、1976年公開の、ドキュメンタリー映画、ブランクジェネレーションでは、監督を務めた。パティが結婚のため引退すると、アイバンは、イギーポップのサポートギタリストとなり、イギーとアイバンが共作した、バンバンは、後に、デビッド・ボーイが、ネバーレッド・ミーダウンでカバーした。また、 ジョンウェイトのアルバム、イグニションにも参加。1980年代中期には、イースタンブロックというバンドを結成し、1987年に、セルフタイトルのアルバムを発表。1994年、故郷のプラハに戻る。1995年には、ノエル・レディングのプラハ公演に参加し、当時のライブ音源は、 あとにライブアルバム、ライブフロムバンク・アール・プラハとして発表された。1996年、初のソロアルバム、ノスタルジア発表。その後は、主にソングライターや音楽プロデューサーとして活動し、トリニーという女性コーラスグループのデビュー作、ジプシー・ストリームズ等を手掛けた。ありがとうございます。